店ドライブスルーは自動車に乗ったまま商品やサービスが提供される機能及びその設備である。入り口から自動車で侵入してきた利用者はそのまま自動車から降りることなく窓越しに商品の受け取りや代金の支払いなどのサービスを利用し用が済むとそのまま自動車を前進させて出口から退出できるようになっている。一般的にはハンバーガー店をはじめとする ファーストフード店での利用実態が広く知られているが、他にも銀行窓口、クリーニング受付、引き渡し、調剤薬局での受け取りなど、応用範囲は広い。2020年の新型コロナウイルスの流行で、人との接触を最小限にすることができることから、様々な業種で急速に拡大している。ドライブスルーの形式は、1930年代にアメリカ合衆国で生まれ、 その後は他の国々にも広まっていった。アメリカでは車社会が発達していることもあり様々な業種のドライブスルーがある。図書館の本の貸し出しや返却を行うドライブスルー、募金を促す寄付のためのドライブスルーなどである。ラスベガスには結婚式を取り行うドライブスルーもある。アメリカでドライブスルーが発達した理由としては、 駐車場を探す手間が省けるという理由のほか、治安面で夜間や人気のない場所でも犯罪から身を守ることができること、子供連れや体が不自由な場合に利便性があることなどがある。ファストフード店のドライブスルーは日本でもおなじみの存在となっている。ハンバーガー、フライドチキン、牛丼、コーヒーといったドライブスルーは決して珍しくなく、ラーメン、寿司など、 フファストフードのものもも徐々に登場している日本では年賀状の受付期間における混雑緩和のため郵便局の駐車場で差し出しができる年賀状引き受けドライブスルーや支店において顧客が車両に乗ったまま購入品の引き渡しや空ケースの引き取りを行うサービスを実施しているところもある。なお、少なくとも日本では業界発とされる旅行代理店における 導入事例では、事前に電話申し込みを行ってから出向くことを推奨するほか、比較的単純なチケットの受け渡し以外の複雑な旅行相談などは、ドライブスルーではない併設の既存窓口で行うと、するなど、ドライブスルーの役割を特化している。日本においては1960年代半ばが導入の端緒と言われるが、正確な記録が残っていないため、 期限ははっきりしていない。2020年新型コロナウイルス感染拡大に際し、オープンスペースで効率的に検体を採取できることに着目し、ドライブスルー方式の PCR 検査が各地で行われている。こんな ATM があります。2013年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年7月13日閲覧。AB。 ドライブスルー型の銀行窓口全国発、愛知で4月オープン。2013年3月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年7月13日閲覧。ABCDEFGH アメリカ、合理的なドライブスルー社会 LISTN.me。2017年2月6日閲覧。ロバート J、シクルズ、ザ 1940S。 グリーンウッドプレス 2004P107 年賀状差し出し車から楽々金沢でドライブスルー開始2013年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年7月13日閲覧石垣で旅行業開発のドライブスルーから航空券3分で手元に引く石垣経済新聞日本橋こぼれ場なし乗るや S, S ブログ、日本初のドライブスルー ?2013 年5月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年3月12日閲覧。フレンド調査隊、幕よりも早いドライブスルーの謎。フレンド、遠隔。日本マクドナルド。2020年6月25日閲覧。新型コロナウイルス感染症ドライブスルー。 PCR 検査のシミュレーションを実施山梨大学2020年5月1日。ありがとうございます。